きえこ、ー、さん、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。えー、かぶくん、こんばんは。えー、き選手、昨日チャリティーマラソンイベントに参加されましたが、今回はウォーキングでの参加と、えー、言っていたので、まだ足、完全によくはないのかなぁと、少し心配していました。あ、きひ選手はチャリティーマラソンイベントに参加していたんですね。これも初めて知りました。うん。 でも、ウォーキングでの参加ということで、えー、走らなかったということみたいですね。うん。で、えー、リーザの綺麗な4回転トーループ見ましたよ。同門のサモドロワが引退と聞いていたので、モチベーションどうなのかなと思っていましたが、えー、進化し続けていてすごいですね。世界選手権に、えー、出てこれないなんて残念すぎます。いや、本当ですね。 うんまあ、彼女、本当引退しちゃうんじゃないかなって一時期は思ったんですけどそれでも進化をして、えー、頑張っているんであので、えーうんまあ、できればね、まあ、あの亡命かなんかして、ね、あの試合に出てほしいなって僕は思うんですけど、まあ、どういうふうにするんでしょうかね。うん そして、あの4回転アクセルすらも飛んだマリニンが、昨日インスタライブでフリップジャンプが苦手と言っていて、本当選手によって様々なんだなと改めて感じましたね、えー。苦手なジャンプがあるなんてマ、マリニンも人間だったと。なるほど、フリップジャンプが苦手なんですね、うん。でも確かに言われてみると、イリア・マリニン君はフリップジャンプ4回転やってなかったですよね。 うん、ちょっとアウト気味になっちゃう感じですかねはいえっとそして三浦佳生くんなんて、えー、どうせ勝てないあどうせ勝てないわらと笑いながらも、えー、自虐していましたからねでも世界ジュニアの後転倒を心配してて DM くれたらしくマリにほんと優しくていい人って何度も言っていましたあそうなんですねなるほど、まあ、これからこの2人はかなりライバル関係になってくるので あのこの2人の戦い熱いですよねうん、まあ、三浦川君は何をしでかすか分かんない力を持ってるんで、えー、マリリンがちょっとかなり一つね抜きに出てるかなと思うんですけどまだ分かんないですようんライバルですがスケーター同士がなんかいいのはすごく方ほ笑ましいですねその通りだと思いますねうんあの切磋琢磨してえー、まあ行くのかなっていう感じですかねうん はいえー、そしてカナレーさんありがとうございますすごいです、えー、これははいあれですね村の鍛冶屋の陸上フィギュアの動画ですね、うん、もうあれかな半年以上前の動画ですねありがとうございます陸上フィギュア再開しようと思ってるんですけど全然ちょっと再開してなくて、うん、エピソード、えー第,えー、第2話もちょっと公開したいんですけどねうん はいえー、シルビア JP さん、ありがとうございます、えー。リーザ・トゥクタミショワが4回転トーループを着氷した動画があって、最近話題になっていて、えー、彼女はトリプルアクセルを軽々と飛んで、軸に集めるのが上手いなと思っていましたが、25歳で4回転トーループ成功ということで、これからもまだまだ全然大丈夫そうじゃないですか、おっしゃるとりだと思いますよ。うん、まあ、25歳で4回転トーループ成功ってすごいって僕思いますからね。うん まあ普通って言い方はあれですけど結構若い時に10代とか若い時に4回転とか、ね、特に女子は成功していくのかなっていうのがあると思うんで、まあ、そもそも論として若ければ成功するっていう技でもないんですけどあのこうやってね年齢を重ねた後に後天的に成功させるっていうのは相当すごいと思います、まあ、しかも北京五輪に出れなくて、まあ、失意の状態もあったと思うんですけどそういった状況の後にね 4回転トーループを成功したということもあるので、まあ、かなりこれは本当に進化して、えー、さらにこう今後もね、現役を続けていくんじゃないかなって希望すら見えるかなて僕は思うんですよね。どう,どうでしょうかね、うん。えっと、個人的には男女とも20代は伸びしろありだと思うんですが、ここは個人差が大きいのかもしれないです、ねあ。確かに、僕もそう思いますね。うん、選手によっては、なんかそういう、えー、長く活躍できる人と、 ちっちゃい時だけに借りられちゃうっていう人が分かれるのかもしれないですね。うんえー、そして、キ平ラさんのハレルリアの動画も上がっていて、えー、淡いピンク色の衣装がとても似合ってて、綺麗だなと思いました。ジャンプも安定して見えたし、えー、復帰まで長くかかって、えー、まだしばらく様子見かもしれませんが、えー、今後は、えー、ぜひ、怪がなくと思います。シニア年齢を上げて、ジュニアを守ろうというのも分かりますが、 フィギュアスケートはそもそもけががどうしても避けられないほどの過酷なんでしょうかそうですね、まあ、最近はちょっとまあ4回転とかもバンバン飛んでる、飛ばなければいけなくなってきてるんで、まあ、それによってちょっと焦りが出てきて、怪我がしやすくなってるんじゃないかなっていう感じしますね。うんまあ、かなり自分のキャパシティを超えて練習をさせられてる感じがある,あるので、 まあ多分そのかなりハイレベルになってきたっていうことも、怪我の要因かもしれませんね。ただ、昔から結構フィギュアスケート、怪我が多い気がするので、まあ、結構怪我がしやすい競技なのかなっていう感じはちょっとしてますね。うん。えー、コンビネーションジャンプで、後にアクセルをつけるというのも、私も不思議に思っていました。かぶくんがととんと言っているところ、鈴木明子さんの2009年フリースケーティングで見てみたら、 えー、バレーのシャセというステップに見えました。あ、なるほどですね。シャセというステップですね。右足で着氷して、左足をとどんのところですよね。なんかその、なんてうの、リズム感よく、リズム的にこう、なんかやってる感じですね。うん シャッセだと、とトとトみたいなリズムに感じになるんですが、バレエのシャッセも、えー、助走のステップに使うし、わかる気がします、えー。勘違いしていたらごめんなさい。た、まあ、多分ね、合ってるかなと思うんですけど、多分そのことだと思いますよ。うん、なんかリズム,リズムよくこう、ととんとこうなんか、なんていうんだろう,こう、ステップを踏む感じかな。うん、はい。えー、それ、えっと、そういう感じですね。うん えー、そして、えー、リーザの方はトリプルサルコー、ダブルアクセルのコンビネーションジャンプで確認できる。あサルコーからでしたね、そういえば。うん。でね、トクトミショアの場合は、このトトがないんですよ。うん。だから、またちょっと、鈴木明子さんとは違う感じなんですよね。うん。だから、ひ一言に、その、2つ目にアクセルを飛ぶ時の、なんだ、飛び方が、まあ、あの、同じシークエンサーとしてもあの、違う感じで飛んでるんですよね。うん。 ドグタミシュワのトリプルアクセル集みたいな動画もあって続けてみたんですがやっぱり軽々飛んでてうまいですねそうですね結構無駄な力ないですよね全体的にうんアクセルなんかもあんまりこうねトリプルアクセルとかルッツなんかもあんまりこう膝を曲げずにこう飛んでるんで怪我しにくいジャンプかなってそう思うんですよねうん僕もちょっとリーザーのジャンプ真似てみようかなって思っちゃうぐらいです本当にうんはい、ま、真面目にはい むちゃさん、私もシャッセに見えます。あ、そうなんですね。ってことは、ちょっと僕はバレエは全然わかんないんですけど、シャッセに見えるということですね。アクセルジャンプの,そのと、えー、2つ目に飛ぶアクセルのやつが。うん、えバレエや新体操では、ジャンプの助走や踏み切りに勢いをつけるために使う動きです。えー、シャッセ、えー、勢いの調節。 一,一歩、えー、大ジャンプ、バレージャンプって小学生の時に何度も言わされました。あ、そうなんですか、懐かしい。あと、猫ジャンプや鹿ジャンプ、コサックジャンプバージョンもあります。あ、そうなんですね。うん。これはバレエ界あるあるな感じですね。ちなみにね、シャッセっていうフィギュアスケートの、えー、技もあるんですよ。うん あのこれは多分アイスタンスをね詳しい方は知ってる方多いかなと思うんですけどもなんかそのシャッセってそれこそ生きの調整みたいな動きなんですよねうんなのでなんか少し共通点あるかなっていうところはでもちょっとトントンとはちょっと違いますけどもねうんはい、まあ、そんな感じでうんはいえー、ひろひろさんこんばんはえーかぶくんこんばんは 本日発売された週刊誌で羽生選手関連の記事がありましたのでお知らせします。タイトルは、行天の生涯現役へ。えー、っと、これは磨いたかなうん。キングユズへの異例の道でした。えー、引退も現役続行も宣言しないまま、公式戦には出場せず、えー、アイスショーなどの活躍を続けるのではああなるほど。そういう感じですかね。 アナは引退すれば契約終了する可能性はあるが、そうせずに羽生選手との契約を継続し、4回転アクセル挑戦を応援し続けるという形を取るのでは、羽生選手は引退宣言をせず、サッカーのキングカズのように、生涯現役でフィギュアスケート界のキングとして君臨をし続けるのかもしれないと結んでいます。 まあ、あくまでも週刊誌の記事なんで、真理のほどは不明です。これいいと思いますね。僕もそう願ってるんですよ。うん。あのー、まあ、サッカーもそうですけど、イチローみたいに、まあ、イチローも実際、その、なんだっけな、50歳まではね、えー、現役を続けたいっていうようになんか言ってたんですけど、まあ、実際にはね、40代でね、辞、えー、めてしまったんですけど、でもなんか結構長く活躍をし続けて、引退宣言っていうのはな,な,なんかったん かなあ,あったか、うん、まあちょっと分かりませんけど、長く活躍はしたかなってあるんで、羽生くんもね、それができると思うんですよね。うん。まあ、あとは羽生選手の気持ちだと僕は思います。いちごプリンさん、えー、そういえばロシア選手はそんな感じです。あ確かにですね、女子の選手ですかね。引退宣言とかあんましないですよね、言われてみると。うんまあ、結構なんかフェードアウトしちゃう感じがあるので。うん 苦しことかかもそそうういう感じかな、はいえー、そしてシルビア JP さんどうもです、えー、さて、本日,9日あ5月9日の話題ですが、えー、1945年の、えー、戦勝を記念して、P 大統領が大きな舵を切るということもなく終わりそうで、えー、プーチンの10分間の演説は、これまでと同じ路線で変わらず、ネオナチスと NATO の脅威から祖国を守るの一点張りでしたね。 これ僕さっき YouTube 見たんですよ。うんまあ、結構なんか特に何もなかった感じになりましたよね。あとなんか飛行機もなんか飛ばなかったらしいですよね。うん。まあ、これは天候が悪かったっていうことらしいんですけど、まあ、結構弱腰になってるようなイメージもあるんですけど、まあいわゆるその弱腰っていうかまあなんだ、この戦争をえ自分たちをからこう守るためのね、 なんか生理の戦争みたいなこと言ってましたよね。うん。いやーなんか、ね、でもなんか以前他の国に対してこう、威圧的な態度だったんで、終わりそうもないかなっていう感じがちょっとするんですけども、なんかでもちょっと意味よ,よくわかんない感じでしたね。うん。ただ明らかに弱ってるなっていうのをなんとなく僕は感じましたよ。なんとなく。うん。ちなみにヨーロッパの戦勝記念日は5月8日で、ロシアでは9日になっているのは、 1945年5月8日23時にベルリンで停戦に調印がされたのだけど、時差のためモスクワ時間で9日だったので、5月9日ということになっているそうです。なんかこういうところがまたロシアらしいなと思いました。確かに。うん。いや、なんかちょっと抜けてる感じっていうところでしょうかね。えー そしてウク,ライナウクライナに武器や生活支援とかを送って戦場がウクライナになっているけれど基本は対 n ト t 戦争に見え経済制裁とか言ってもこのままいくとロシアは鎖国のような状態のままで存続していくのかなとふと思いました、まあ、どんんなな感じになっちゃうんで,すか、ねうん、でも僕個人的にはウクライナがちょっとなんか反撃しそうな気がするんですよねロシアの国に対して。 まあどうなるかちょっと分かりませんけど友好国や中立的立場の国とだけ、えー、攻撃かな交易をしてそれで賄える賄えてしまうんじゃないかと、えー、そういうロシアから出たい人出られる人だけが流出するのかもしれないでもリスクは覚悟の上ということでとはいえウクライナがどうなってしまうのか、えー、水晶玉を持っている人にも分かりませんね。うん あくんのスピリチュアででは何かかかわりますすとということですね、まあ、僕はスピリチュアに全然精通はしてないんですけど、まあ、結構スピリチュアー好きなんですけどもね。うんまあ、予想というか、なんとなくなんですけど、まあ、さっきもちょっと言いましたが、ウクライナが反撃をそのロシアの、ね、国に反撃しそうな気がするんですよね。なんとなく。このままこう、はい、終わりましたっていうふうにはならない気がするので、うん、ちょっと、まあ、ウクライナって、 のことを考えると、まあ得られた側からするとやり返したいっていう感じもやっぱりあると思うんですよね。だからそんなすぐにはこう収まらないかなっていう,うには感じていますね。うん。また、あ、はまあ、中国もなんか台湾に対してなんか動きを見している感じもあるので、まあそこら辺もどうなるかっていうところがあるかなと思います。ただまあロシアはちょっと弱ってる感じがあるので、そこら辺がねちょっとわかんないですよね。うん。 まあ本当にまあ覚悟をしちゃったらまあ本当に核戦争になっちゃうしまあそうするとまあ完全にロシアは潰されるんでうんまあそれに対してビビってる感じもあるし何が本当なのかっていうのはちょっとねよく分かんないですねほその,え他の国に自分たちがやってることをウクライナ侵攻っていうのを正当化してるっていうところからまあだから許してっていうような感じも見えるし。 うんな何が真実なのかっていうのはわからないまま来てるかなっていうところですかでもとりあえずパレードを見て、ちょっと弱腰になってるかなっていうのをちょっと感じましたね、僕はね。うん。はいなと。なんとも言えない雰囲気になってるかなという感じですね。はい。えー、ありがとうございます。まあ、そんな感じなんですけどもね。うん。はい。えー、エミリーさんありがとうございます。えー、シャーマくんは、えー、去年だったかな なんか練習してたらブレードがずれてきてそしたら、えー、やたらサルコウがうまく飛べるようになったと思ったら逆にトーループの確率が下がってしまったという話をしていた気がします、えー、このブレードの位置でトーループも飛べるようになればいいんだけどなみたいなああそうそうなんですね結構緻密な感じですね、うん なるほど。まあ、すべてのジャンプをうまく決めるためのブレードの位置を見つけるって、これかなり難しいですね。うん。なんか、紀平さんもなんかおっしゃってましたよね、そんなこと。えちなみに、翔馬くんのブレードは、小塚くんと山市鋼さんの共同開発の日本製ブレードですが、ジャンプが安定しやすいように、スピードスケートみたいに、できるだけまっすぐのものを作ってもらっているみたいですよね。あ、そうなんですね。 なるほどえ。ちょっとカーブしてた方がターンとかはしやすいけど、ジャンプ優先で。えシューマくんはえジャンプに必死。いろいろ細かくて、靴職人の橋本さんも頭を抱えているそうです。あ、そうなんですか。うん、やっぱここら辺はね、やっぱその緻密なその感覚が分かっているだけにね、こだわる部分ですよね。うん。まあ、命と同じぐらい大事ですからね、スケート靴は。うん。えっと、シューマくんの疲労骨折は、 弟の伊つきくんが前に出した本で、えー、書いていたとのことですが、疲労骨折して高齢に乗るのがドクターストップになって練習休んでいたら、ある,夜なある日、夜中に起きて壁をたたきながら、えー、ジャンプを飛んでいい,いいボタンはどこって叫び始めたそうです。ジャンプを飛んでいいボタンはどこってど,どういうことだろう。うん、ちょっとお待ちくださいね。えー 一日でも練習休んだら全然飛べなくなってあ、あそういうことです。わかりました。ありがとうございます。一日でも練習休んだら全然飛べなくなってしまったみたいなんで、えー、悲壮だったんでしょうね、えー。なるほど。まあ結構だから、あのー、まあ、本当にそれだけかなりね、つ、え、ら、ー、かった思いがあったということですね。うん、そして えー、ジュニアグランプリシリーズの参戦も控えた時期みたいなので、えー、希望を求めてたくさんのお医者さんに見てもらったそうですが、1人だけ10分だけ滑っていいって言ってくれた先生のおかげで、あ先生が、えー、おられたそうです。あ、でもこれ聞いたことありますね、ちょっとだけ。うん、ちらっと。それで練習を始めたけど、それはそれで、それはそれはさまじい、えー、10, 分間だ10分間の練習だったと。 すすごいですねこの舞踊え1分間に7種類のジャンプを全部飛んだとかすごいですねもう相当の練習したかったっていう感じですね、まあ、ちょっと治るまで時間がかかっちゃったけどしょくんのメンタルは保たれたそうですいやまあこういうのを見るとなんか怪我とか体よりも心がすごい大事っていうのが分かりますねなんとなく、うん、そのえお医者さんはその後もずっとお世話になっていたそうですよ 今は大人になってトレーナーさんもついてもらってて、えー、週1回は奥も作って、えー、だいぶ落ち着きましたねと、うん、まあ多分こういった出会いとかも野昌磨選手を成功に導いてるのかなっていう感じがしますね、うん、でそんな昌磨君は今日は他の北京選手と一緒に岸田総理のところにいましたあそうなんですね うん、なんか結構驚きな情報入ってきますね。フィギュアでは、かおちゃん、若葉ちゃん、小松原ペア、え木原くんもいたと思うから、りくちゃんもかな、かおちゃん、帰ってきてた。あそうなんですか。<laughs> なるほど。池締めは佐藤由香さん、振り付けだとか、あそうなんですね。結構驚き情報多いですね、今日うん。ん。何気に結構驚き情報が多い。なんかどんな振り付けなのかも気になりますね。うん。坂本選手の次のプログラムも気になりますし、もう全員気になりますね。 うん、樋口さんはけがしてるんで、ね、早く治してほしいなっていうところがあるんですけどもね、うん、結構皆様のコメント見てるとびっくりする心臓法が出てくるんで僕はえーってなっちゃうんですけども、ねうん、はい、えー、YM さんこんばんは、えー、宇野選手のトリプルアクセルが シークエンスに向かないっていう話もありますが、彼が公であそこまではっきり言うってことは、ある程度目処がついているのかなっていう感じもしています。あ、確かになるほどですね。うん。確かに確かに。少なくとも彼にとってはトリプルアクセル4回転トーループより4回転トーループトリプルアクセルの方がやれると思っているんでしょうね。彼も10年以上スケートをしてるんだから、入れ替えるだけだから簡単なんて一番思っていないと思います。 意外といろんなバリエーションをとりあえずは飛んじゃう選手なの,かななので、まあ、そうですね、いろんなあのことをこ,うこなして、それをものにしちゃうのはうまいと思うので、な、まあ、何度もできるんじゃないでしょうかね、野野野君なら。うん、あと、えー、トリプルアクセル4回転トーループにしろ、4回転トーループトリプルアクセルにしろ、やる意味があるとすれば高難度ジャンプを一度にやってしまえるということですよね。ですから、入れるとすれば絶対に失敗しないこと。 あとは、一本空いたところにより高い点数のジャンプを入れられるかなと思います。ですから、宇野選手も4回転ルッツの導入がない限り、やる意味がないとずっとおっしゃっていたんだと思います。おそらく、4回転ルッツを練習し始めたことで、一つ場所を空ける準備ということだと私は思っています。 彼が発言したことで急にクローズアップされたジャンプですが、来季本当に彼が入れてくるかも含めて、そんなに多くの選手が入れてくるとは思えないですが。まあ、そうですね。まあ、イリア・マリニンがやばいですけど、あと、鍵山君と、あとは、三浦君がどういう状況になるのかは気になりますけど、そんな確かに、ね、多くの選手やってくるとは思えないですよね、確かに。うん。要するに、多くの4回転を跳びたい人が、えー、場所を空けるためのジャンプって感じがします。あ、なるほど。うん。 僕ちょっと分かってきました。まあ、要は、なんか4回転トーループ、トリプルアクセルの方が、例えばね、4回転トーループでバランスを崩して、えー、トリプルアクセルつけれなくても、4回転トーループは飛ぶことになって、あの飛ぶことはできましたよね。ちょっと,ちょっとバランスを崩して限点になったとしても。でも、トリプルアクセル、4回転トーループだと、トリプルアクセルを、えー、成功しても、4回転トーループを入れることはできなくなっちゃうわけですよ。 つまり4回転トール,ループ分ができなくなっちゃう。だから最初に4回転トール,ループを飛ぶということで規制事実を作っておいてトリプルアクセルをまあプラスアルファでつける方が気持ち的にはやりやすい気はしますよね、確かに。うんまあ、そっちの方が潰しが効くっていうか、うん、トリプルアクセルだったら後でこう潰しを効かせるためにこう入れられるっていうこともあると思うんでそういった危険を利かせるのが 4, 4回転、3回転の方が あれかな潰しがきやすいとかっていう応用ができやすいかなっていう感じなのでしょうかね。うん。まあ、僕はちょっと今そういう風にちょっと考え始めてますね。うん。どうかはちょっとわかりませんけど。まあ、とりあえず自分たち適用でいくということなんで、まあ、そういう目論みとかもね、あるのかなとちょっと思ったりはするんですけど、えー、真相はいかにという感じです。はい。えー、BNA フォロダクさんよろしくお願いします。 清水さんの話から理解できるのは、えー、浅田選手が引退届を提出するよりも、以前、引退を考えていたときに、スケレンの関係者が引退を思いとどまらせようと説得したわけですね。つまり、えー、最初コメントで見かけた、日本スケレンが浅田選手の引退届を受け取らなかったというような。 提出された引退届の受理を拒否したと解釈するのは間違いということですね。もし実際、引退届提出時に受け取りを拒否したならば、それこそ大問題でしょう。それにしても、浅田選手の同行を主体で、広告業界がフィギュアから撤退の動きを見せるなど、見せるなと電通をはじめ、広告業界と浅田選手はかなり親密な関係を築いていたというわけですね。 選手引退後の現在でも CM で活躍していることから広告業界との関係の深さを伺いますということですね、はいまあ、ちょっとここら辺は分からない部分がかなり多いんですけど、まあ、ちょっと分からなくなってくるかなという感じですね、まあ、これについて詳しい方がいたら、えー、コメントしていただけると嬉しいんですけど、まあ、だからまあ浅田選手の、えー、引退提出手の受け取り拒否の問題についてはあんま問題ないということなのかな。うん ちょっと分かんなかったですよねはい一見落着してればいいなって思うんですけど、まあどうだ何が審査なのかっていうちょっと分かんないですね。うん、はい、えー。梶原さんありがとうございます。と梶原さんからねこのね、えー、使用いただきました、えー。ロシアの攻撃、不安の中で、ご覧とってイベント、えー、君と山ちゃん、えー、フィギュア、えー、スケート、新プログラム、えー、期待と平和、今日も祈る。 はい、というね、視聴をいただきました。ええー、まあ、本当に今のご時世に、合っているのかなと、でも、今のご時世にありつつ、自分のこう、感情も入っているのかなと。いうね、そういった詩かなというふうに、僕は思うんですけれども。ええー、どうでしょうかね。ええー、梶原さん、ありがとうございます。で、株君、相馬さんは、占い師が、占い師さんが。今年、あ、今後10年、教員とおっしゃってくれてあ、そうなんですね。 なるほど。でも、だからあれかな。結構、最近、いいことが舞い込んできてる感じなんでしょうかね。うん。え北京オリンピック世界選手権もうなりのぼりで運が上がり、その通りになりました。だから本人も言われていますが、まだスタートに立ったところで、次のミラノオリンピックも、その次のオリンピックも行けると占,占っておられます。あっ、てことは何次の釣りってことは、これ、札幌あれ待って。ミラノオリンピックの次って札幌がこれ承知してるんですよね。 あれ違うっけそうですよね。だとしたら、まさかの札幌オリンピックで皆さん、見ることができるという可能性がありますね。いや、これはもう、小野添馬選手、この勢いでやるしかないですよ、うん。引退なんて考えたくもありません。え珍しい強運の持ち主らしいです。あくまでも占いですが、えー、楽しみに期待しています。でも、ね、結構、占いってね、なんか、ぶっちゃけね、良くも悪くも当たってましたよね、正直言って。 うん、あの過去の占いの状況とか、ねえーまあ、北京五輪の羽生選手とか、他の選手の占いとか、タロット占いとか見てましたけど、ぶっちゃけ良くも悪くも当たっちゃってるんですよね。何、うん、な,んなんでしょうかね、だから、ところでマリニン選手が、マリニン選手って4回転アクセル毎日着氷してるんですって、え、嘘でしょ、本当ですか、これ。これはやばいことになりそうですね。 うん、いや毎日着氷してるっていうだけ安定感があるとしたら普通に試合に入れるだけ入れることができるだけの力というかその余裕があるということだと思うんでやばいですね、うん、やばいと思います、本当に今年中に試合に入れるとしたら、えー、本当にすごい恐ろしい、ただこれだけレベルが上がると怪我しない選手が勝てるんでしょうかということですね。うんはい、いやどううなんだろうでも うーんまあ、4回転アクセルを入れた上で PCS が上がって、あとは他の4回転ルッツとか、まあ、他のジャンプがまあこれまでの安定感を保った上でやっていけば、もうかなりやばいかなと思います。ただ僕が見る限り、4回転アクセル軽々こうやってる感じがあったんで。 他のジャンプにあんまり影響しないんじゃないかなっていうことがあると思うんですよね。ただまあ、世界選手権で4回転サルコを点灯した後に崩れてきてしまってるんで、1回ミスした後に立て続けにミスするタイプかなともちょっと思われるんで、まあ、そこら辺は来季以降見てかなきゃわかんないですね。うん、まああでもとりあえず いい意味でも悪い意味でも、まあ、いい経験に世界正式になったわけですから、まあ、その経験を生かして、えー、生かすことができると思うんで、まあ、多分来月がさらに進化するんじゃないかなとね思いますね、まあ、多分4回転くクでルはどんどん、えー、最初の大会から入れてくる可能性あるんでねいやーちょっと恐ろしいなと思いますあとねイリア・マリニ君のジャンプの仕方が怪我しにくいジャンプをしてるんですよねうん着氷とか転倒もあ転倒は置いといてだから、まあ、結構 なんて言うんだろう、だろ自信満々に普通に軽々やっちゃうんで、いや、これはね、僕はちょっとね、あの、本当に怖いなと思いますね。はい。えそしてこちらの詩ですね。ロシアの攻撃、不安の中で、えー、コラントってイベント、君とエマちゃん、フィギュアスケート新プログラム、期待と平和、今日も祈る。はい。ということで、今日のね、えー、詩でございましたね。 はい、まあなんかいろんな感情がちょっと入ってますねこの中にはうん何か自分のその好きなフィギュアスケートもとそれから今の世界情勢と、えー、宇野くんの,へのファンの気持ちといろんなものがこもってるかなってちょっと僕は思いますねはいありがとうございますでもなんかいつかこういう詩が平和で満ち溢れてる詩になることをね僕は祈っておりますのではい 今すぐはちょっと厳しいかもしれませんけどもね、うんはい、僕は祈っております、はいえー、そしてゆうのエアさんどうもですえー、っとカブさん鳥の世界にも、えー、鳥の世界にも男女関係があるんですね、えー、鳥もやっぱりモテるのと、えー、モテないのがいるんですね、えー、鳥もいろいろと大変,大変ですねということですねこれね本当ね レモンミカナさんのこのコメントを見てね、本当にもうそ、その後もしばらく笑ってましたからね、僕ね。うん。もう相当面白くて、もうびっくりしました。うん。鳥が浮気するっていうね、この前回の一つ前の動画ですけど、いや、本当そういう世界あるんだ。しかもなんか、えー、怒って巣を壊しに行ったとかってもあって、もうそういう頭がくるくる埋まっちゃいましたね。そういったことあるんだってね。うん。まあ、ってことはもしかすると、コウノトリだけじゃなくて、他の鳥の世界でもあるのかなってね。 ちょっと思いましたね。うん、まあ、すごい、なんか面白いなと思いつつ、なんか鳥の世界も大変だなってね。僕もゆいのね、さんみたいにちょっと思っちゃいますね。なんかインコとかオウムの世界とか、なんか南国のフィリピンとか、なんだろうに面白い鳥がいるんですけど、なんか踊りをする鳥がいるんですよね。うん、で、そういう踊り、踊りが上手いとモテるっていう話があるらしいんで、まあ、もしかすると踊りを上手くすると、まあ、モテるんじゃないかなっていう。 感じがねあるのでまあ、鳥もいいい頑張らなななけければいけないのかなってうううことででしょうね、うんでも若い鳥もオス鳥も若い方がなんか好きっていうのはちょっとなんかびっくりしたんでなんかそういうのあるんだなってねちょっと思っちゃったりしましたねうんまあでもこう世界がこう混沌としてる中でねこういった話題っていうのは僕は必要だな必要かなっていう感じるんでまあ久しぶりにちょっと面白かったかなと面白い出たタかなというふうにちょっとね思ってますはい というわけで、皆さんありがとうございます。以上です。